あと、まあ、公認会計士とかで結構、僕としては大学受験終わってやることない人にとっては結構おすすめの資格だなって僕は思いました。勉強してて。はい。まあ、ビジネススキルに直結するんですよね。まあ、かなりビジネスマンには必須の知識。なんかよく英語ってビジネスで必要ってされてるじゃないですか。英語が必要なのと同じ感じで、公認会計士で学ぶ科目ってかなり全部、なんなら人によってはというか、英語以上にビジネスマンに必要な知識っていうか、そのスキルっていうのは身につくなって思いますし、公認会計士にならなくても CFO とか、まあ、調べてもらえればわかるんですけど、まあ、そのね、普通にビジネスを回す側だったり、お金を動かす側にもなれたりするので、すごい幅が広がるなというふうに感じましたね。うん。なので、暇な方はね、暇な方というか、何しようかなっていう方は一緒に、引き続きね、勉強してもらえたらいいかなと思います。